皆さんこんにちは。今日はこれからの季節に欠かせないアイテム、サーキュレーターをご紹介します。夏はエアコンの冷気を部屋全体へ、冬は暖房器具の暖かい空気を足元へ送ります。春と秋は部屋の換気に、梅雨は洗濯物に直接風を当てることで部屋干しの乾燥時間が短縮できちゃうんです。実はアイリスには7種類のサーキュレーターを展開中。今回はその種類の中でもおすすめの商品を紹介しちゃいます。まず1つ目はサーキュレーター i です。スパイラル気流で空気を循環攪拌させるサーキュレーター i、 なんとアイリスプラザの週間売上1位に輝いたこともあるほど人気の商品なんです。口コミも 4.7 と多くの人から使いやすいと評価いただきました。上下左右の首振りでお部屋の隅々までパワフルな風を送ります。対応畳数は18畳なので、お部屋はもちろんリビングなどの広い場所でも使用できます。次はサーキュレーター i 音声操作です。1つ目に紹介したサーキュレーターの機能に加え、なんと音声操作の機能がついちゃいました。では実際にやってみましょう。ねえサーキュレーター、電源を入れて。いかがですか？音声だけで電源が入れられちゃうんです。次はサーキュレーター i ミニです。コンパクトなデザインが特徴のサーキュレーターミニ、キッチンや脱衣所などあまりスペースがない狭い場所でも使用できます。下方向に傾けることができるので高所に置いておけるのもポイント。対応畳数は8畳、操作はレバー式なので簡単です。カラーは5色、全部落ち着いたカラーでインテリアに馴染みます。次はサーキュレーター i DC ジェットウーズーです。暮らしに新風をがキャッチコピーになっているウーズーシリーズ。カラーがマットホワイト、ボギーピンク、ライトネイビーと落ち着いていて可愛いカラーです。対応畳数は24畳ととってもパワフルなのに、 DC モーターを使用しているので電気代を安く済ませられちゃうんです。風量は10段階、衣類乾燥モードも搭載していて機能性も抜群です。次はサーキュレーター i DC サイレントです。この商品はこの名の通りパワフルなのに驚くほど静音なのが特徴です。では実際に聞いてみましょう。とスイッチを押して風量を3にします。いかがですか？とっても静かですよね。対応畳数は20畳と静かにもかかわらずとってもパワフル。また先ほど紹介したウーズーシリーズからも新しくサイレントタイプが発売されました。カラーがすっごく可愛くてこちらもおすすめです。次はサーキュレーター i DC コードレスです。人気のサーキュレーターについにコードレスが誕生しました。連続使用時間は風量1でなんと約50時間。コードレスでもしっかり風をお届けしてくれます。対応畳数はパワフルな20畳。これも DC サイレントと同じぐらい専用設計なので動作音が気になりません。次はサーキュレーター i 扇風機です。一見ただのおしゃれなサーキュレーターに見えますが、実はこのパイプをはめるとなんと扇風機としても使えちゃうんです。サーキュレーターと扇風機が一つになり、シーンに合わせて4つの機能を使い分けられます。しかも省エネなので1時間使ってもたったの約1円と家計にも優しいんです。対応畳数は30畳でとってもパワフルなのに、扇風機として使うときは優しい風を送ることが可能です。いかがでしたか？気になった商品があれば概要欄からぜひチェックしてみてください。高評価とコメントお待ちしております。アイリスプラザでした。